したことなさそうだな。あそこだ。参ったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。なんだこの気は。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。おいしかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや違う、感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。強い力、許さない。よっよっ、てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。
木を感じないぞ。あいつだって木を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ごはんさんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろごはん、どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに木を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの木が。何